ウッサン山頂から望む東野湖ウッサン加口原東野湖、ウッサンジオパークは北海道にある東野湖及びウッサンを中心とし、岳市、豊浦町、宗別町、東野湖町に広がるジオパークである。東野湖ウッサンジオパークは火山活動により形成された地質や自然、さらにはそうした自然に育まれた縄文文化の遺跡群などを含む 日本で最初の世界ジオパークである。東野湖は周辺6市町村を中心に2000年薄山噴火災害からの早期復興に向けた地域振興策として東野湖周辺地域エコミュージアム構想を掲げ火山遺構や地質、自然景観、歴史、文化施設等をエコミュージアムと位置づけた新たな取り組みを開始した。その後、 ユネシエを受けて発足した世界ジオパークネットワークが、エコミュージアム構想と共通の理念を持つことから、2009年8月22日に、新潟県に井川長崎県島原半島と共に、世界ジオパークネットワークへ加盟した。火山活動区分別に分類しらぎぬの床東屋湖、北黄金海塚公園東屋湖木緑堂、公園省は新山2000年の噴火で隆起した。 阿武田町道泉公園船等屋湖、ビジターセンター、火山科学艦島や、水野駅。ありがとうございます。